逮捕された、際の写真。ムハンマド・アフマド・ベンベッダは、アルジェリア民主人民共和国の初代大統領。アルジェリア西部の小都市、マグニアの農家に生まれた。スーフィー信仰の家系。1936年より、総主国フランスの軍隊に主眼兵として加わった。第二次世界大戦でも自由フランス軍兵士として、 イタリア戦線で活躍し、幾度か勲章を受けた。対戦後は、母国アルジェリアにて、地方警察官に応募するも、登録を拒否される。同じ時期、ベンベラの母が、タバコ店を開く許可を当局が与えなかったこともあって、フランスの植民地支配に反発。反植民地主義勢力、民主主義と自由の勝利運動に加わり、地方議員に選出された。 しかし、同運動が当局によって解散させられると、地下活動に身を寄せ、1949年にオランにあるフランス軍士官の詰め所の吸収を組織した。1950年に逮捕されてブリダ近郊の刑務所に収監されるが、1952年に脱獄を果たした。1954年よりアルジェリア戦争が勃発すると、 アルジェリア民族解放戦線の中心人物として、エジプトのカイロ、リビアに逃れつつ、独立戦争を展開した。1956年10月22日、チュニス発ラバト行きの航空機をハイジャックし、アルジェリアのメースンブランチ空港に強制着陸させた。すぐに、フランス軍によって、再び捕らえられ、1962年まで、 フランス国内の獄中で過ごした。この間に、アルジェリア共和国臨時政府の副首相に選ばれた。独立後、社会主義的政策の是非などをめぐって、ベンヘッダと対立したが、彼を抑えて、翌1963年に、初代大統領になった。大統領に就任した後、非同盟運動を積極的に主導し、アルジェリアはキューバ革命後のキューバと共に、 第三世界の中心的国家となった。1964年、ソ連邦英雄称号をソ連政府から授与されたが、このような姿勢から、1965年2月27日に、アルジェで開催された第2回、アジアアフリカ経済会議で、キューバの閣僚チェゲバラがソ連を、帝国主義的作取の共犯者と批判する演説を行った際に、 ゲバラと共同で演説を起草したのは、ベンベラだった。しかし、同年アルジェで開催される予定だった、非同盟諸国首脳会議の直前に、ウアリブーメディエン国防省による軍事クーデターで失脚すると、1980年まで自宅南京下に置かれた。ブーメディエン政権下では、ベンベラの存在は、タブーとされ、公の場で、彼の名前に言及することは厳しく規制された。 1978年、ブーメディエンが死去すると、公認のシャドリ・ベンジャディード大統領によって、自宅難禁が解除され、10年間家族と共に、スイスのローザンヌで暮らした。1990年に、祖国への帰国を許された。1991年に行われた、議会選挙では、自ら、アルジェリア民主主義運動党を決闘し、 選挙に臨んだものの、わずか2%の票しか獲得できなかった。1997年には、マダップは、当局によって回答させられた。晩年は、政治の表舞台からは去ったものの、一貫して、アブデルアズイーズ、ブーテフリカ大統領の政策を批判し続けた。2012年4月11日、病気のために、アルジェにある、家族宅で死去。 93歳没。彼の母語はフランス語であったが、獄中において、アラビア語を習得したと言われる。アルジェリアの独立運動に理解を示した、エジプトのナセルに会った際、アラビア語で会話できなかったことは、ベンベラを悲しませたとされる。しかし、彼の話すフランス語なまりのアラビア語は、アルジェリアの民衆には理解しづらかったと言われる。ありがとうございます。